これは使う使う全然使う、あのもう、もう数えらんない、全然数えらんない。ミカ使ったことあるでしょ。ないよ。嘘。ないないない。嘘嘘。5回くらい。なな。俺の名前はアキラ。俺の仕事は別れ屋、つまり別れたい相手への伝言サービスだ。日本人は恋人に別れたいっていうにはあまりにも礼儀正しいし忙しすぎる。だから俺が代わりに引き受けるってわけ。さあ、アキラのお別れ伝言サービスへようこそ。明美さんからです。またどうせ酔っ払ってるんでしょう。あなたは一度も私をちゃんと見てくれなかった。もう曖昧な言い訳はうんざりなの。さよなら。なんて仕事だ。東京には800万人のカップルがいる。俺は永遠にこの仕事が続けられそうだよ。En sus ojos, como un destello que no te deja dormir. No. 旦那さんからです。もうこれ以上面倒は見切れない。俺は出ていく。俺は男らしく生きたいんだ。洗濯は済んでるからな。あと掃除もしたし、夕食も作っといたぞ。言わなきゃならないことがあるんだ。仕事の依頼がありすぎて、もう君を愛する余裕がないんだ。つまり俺は君と別れた。